はい、おはこんばんは。今日のモンスト動画はもちろんこちら超獣人祭の新キャラが来ております、バサラですね。こちらを狙っていくのではなく、モンセをですね、今ラックが20ですので、またラックを増やしたいなと思いつつ、バサラ出たらいいなっていう感じで引いていきたいと思います。星玉のたまる、まあ、溜まって星玉引いたらやめるんで、まあ、多分30連ですね。はい、では行きます。サゴ確定演出、まあないよね。おっとおっとおっと、うん、だれだろう、誰だ、まあでも新しい子だよね、重心がだから。まあ爆死よりは OK。 さあ星玉がたまりませんね。やっぱ30連か。いきます。20連目。モーセが出てないよ。モーセがまだ出てないね。おっと、これを爆死きた。さあ、星玉たまります。これでラストですね。そう、星玉引いたらもうやらないんで。オーブンまた食べます。来月もね、来るんでね、そんな急いでね。いや、バサラじゃないんだよ、欲しいの。モーゼなんだよ、モーゼなんだよ、モーゼ、モーやばいな、爆死か。ガチャウいい方なんだけど、さあこれモーゼ、サクラも持ってるよ。サクラも持ってるよ。はい、というわけでね、バサラ出ないし、モーセも出ないし、最悪の結果となりました。サクラ何体目だこれ。あ、そうか、サクラで出した方が早いのか。あ、でもサクラはね、多分ね、3体ぐらいだね。うん、1体重心化させて、下の方に多分眠ってるんで、もう服部半蔵が3体とかやばすぎるでしょ。あ、さくら2体目なんだ。じゃあもう1トバージョンのさくらにしようかな。2パターンあるね、さくら。そっか、3だもんね。昔のさくら、本当に昔のさくらを引いたら、こっちのバージョンも作りますか。はい、ということで、私はバサラが来ませんでしたのでね、また来月引きたいと思います。モーセ狙いでね、モーセ狙いだから、あくまで、うん、モーセしかいらないから、もうモーセ推しなんで私。はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。また来月の超獣人祭でお会いしましょう。またね。